池とそして銀座の接触をうまく切り抜ける。これが4位のチーバーですね。はい、さあ長島が今後ろから行ってますよ。はい、あそうですね、2秒9、このチーバーと中島は2秒9、現在チーバーが4位、中島が5位。ちょっと待ってください、なんか表彰台っていうのはなんか近づいて早いですか、早いですか。いやまだそういうこと言わない方が、ね、言っちゃいけないですか。はい、まあでもね、あの中島はこういうリスキーなコンディションの中で、はい、もちろん中島というところは冷静だし、はい、かなりその余裕を持って走ってると思うんですね、こういう状況で、それでこれだけ近づけるということはね、やっぱり雨の中島ですよね。すごいですね、早いわけですね、それだけ。そうですね、で要するにこうあの状況が悪くなったところで自分の力を出せるというか、フルに出せるのはやっぱりトップドライバーというか、スーパードライバーですね。決して無理はしてないわけですね、無理をしているとマンスにしてもそうですし、いろんなシーンがありますね、みんなスピンしてますけれども、はい、そうしますと悪い状況の中で自分をしっかり把握してコントロールできる、はい、そして力を最大限に発揮できるドライバーということですね。そうです、まあ、それがあの中島の持ち味でもあるわけですね。あ、なるほどね、まあ、時にはなんかそこら辺がこう大事すぎるんじゃないかとか、うん、もっと思い切って攻めてほしいななんていうこともありますけども、うん、でも今日のこの広いコンディションの中ではもうやっぱり中島のドライビングやっぱりベストじゃないですか。そうなんですね、ですからね、攻めることの難しさっていうのは中島はよく知ってるわけですよ、うん、ですからその攻めて攻めてそれでスピンしたレースはおしまいですからね。そうですね、もう本当にこのギリギリのところで、はい、なおかつ余裕のこれはあのロードサイドカメラにぶつかったんですね、マシンが。はい、ちょっとビデオですね、はい、これはワーウィン、なんかマクラーレンでしたからセナーの映像じゃないかなとちらっと思いましたけど、はい、これはチーバーですね、中島に、はい、追われてる、はい、もうああ来ましたね中島ね。おっとこれは先ほどの映像ですか。あっとなんかちょっと、視界不能で見えないんですが、ああなるほど、ラリドルに、セナが追突しているという、ね、これは追突ですね、これは映像の、ああこれはセナの追突ですね、視界不能 で、ね、うん、これやっぱり先ほどのピケと同じでなんかあのはい、このバトルに注目したいですね、4位争い。さあ、チーバー、そして、ですから中島の方が、バーディーがスムーズでしょ、この滑りやすい路面で、こういうふうにスムーズに運転できるのが、はい、まあ、前を行くチーバー、そしてそれを追う中島、さあ、現在、これ、4位、5位争いです。なるほど、このチーバーのオンボードカメラにチラチラと中島映ってるわけですね。そうですね、ですから、うん、まあ、このオンボードの時に、ずっと中島が切り込んできて、はい、前に来たかどうかですね。そうですね、いやここまで来ました、ここまで来ました、難しいコーナーですよ、はい、これ今宮さん、さあ行く、さあ中島がチーバーをパスしていけるか。さあこっち側に大きく手前側にラインを振りましたけどね。そうですね、ここはちょっと無理かな。いやでもインを守ってますよ、うん、ここではちょっとそうですね、いけませんでした、はい、まあ、この次の週かなという感じですね。トップのブーツへ戻りました。そしてブーツェンがまた何人との差をちょっと広げましたか。24周目に入っていますが4秒5ですね、まあ、ブーツェン何人のバトルで、まあ、何人がね、ですからピロにずっと抑えられてたでしょ、ブーツェンが、はい、それで縮まったわけですから、まあ、こういう形でオープンな状況になれば、うん、まあ、もう少しペースが上げられるということですね、ブーツェンがね。しかし水煙は上がる、火花は上がる、すごいレースになりましたね。はい、何人がその後ろに何人ですから、ちょっと、はい、向こう側に避けて、はい、まあ、視界が見えるところに、うん、はい、同じライン取りをしたら、あ、後ろにマルティがいますね、同じライン取りをしたんじゃ前が見えないわけですね。ちょっとずらすということもやっぱり必要ですよね、うん、はい、周回遅れのマルティがちょっと今テールを振りました。ただあまりずらしすぎると今度スピンしちゃいますからね、その辺もまた難しいわけですよね。そうですね、ですから普段と同じ雨の中ではラインを取れないし、でとっさの場合にまたラインを変えなきゃいけないということですね。ですからその辺も、まあ、何度も言いますけれども、中島君はすごくそういう、うまさを持ってるわけですね、はい、冷静な判断力を常にコックピットの中で彼は持ってますから、うん、でそれがこういう 今までの状況につな、まあ、がってるわけですね、はい、現在2位を行きます、何人です。あのベネトンもですね、来年はピケが来るわけですね。そうですね、はい、ピケがナンバーワンです。そして何人は、まあ、ナンバーツーに、まあ、下がります。でもこれは、はい、何人がですね、まあ、言ってるわけですけれども、ピケが来てくれて、はい、そしてジョン・バーナードという人が来ますね。あ、そうです、中島、中島やりましたね。チーバーも2を刺しました。今ショートアップ4位。今チーバーが躊躇したでしょあれだけズバッとこらえたんでね、切り込もうと思ったんだけれども、はい、ああいう勢いもあるわけですね。そうです、ああいうのも見せなきゃいけないわけですね。さあパトレーデの後ろに8秒差で中島、残り時間は11分20秒。お、来ましたね、この感覚です、はい、
ね、パドレスのミラーにですね、はい、黄色いロータスを見せつけてですね、そうですね、完全にミラーで見えるところでプレッシャーをかけることができるんですけどね、はい、その時の中、あ、この差です、この差です、ね、この差です、ね、でさあ、パトクラのストレート、あ、もう中島見えたかもしれない、うん、はい、さあ、ホームストレートは、510m ありますが、あ、中島、完全に中島に見えてるでしょう、ね、水煙が見えてるはずです、パトレートの水煙、さあ、中島、下に来ました、4.997秒、4.97秒、いよいよワンチャンスの世界に入ってきましたよ、はい、そうですね、さあ大変、さあ大変、残り11分、時間はまだちょっとたっぷりありますよ、いや、残りないですよ、10分ちょっとですからね、この後何が起こるか分かんないし、いやー、もうちょいテーブルクロールになってほしいという感じですね、いやですからね、岡さん焦らないでください、はい、あと10分でね、この5秒ワンチャンスですから、これは本当にワンチャンスでいけますからね、うん、いやしかしパトレーゼもね、もう必死でしょうし、必死ですよ、今もちろん必死、はい、いやこれからこの時代のバトル、そして中島が日本人初めての表彰台か、うんね、ちょっと今の立ち上がりがなんかもうパトレーゼがこう滑ってますよね、そうですか、さあこれからの10分を切りました、うん、もう時間との戦いです、ま、滑ってるところに、はい、うん、あ、パトレーゼもインガーのラインをちゃんと通ってますね、いや10分切りましたって私も申し上げたんですけど、実はこの前のブーセンがですね、もうチェックを受けてしまった時点で終わりですね、そうです、はいはい、ですからその時点ですからブーセンの前に行ってる時間もさせなきゃいけないわけですか、ですからブーセンが2時間00分、はい、00秒で切った後の、はい、そこでレース終了ですから、レース終了ですね、はい、その時の注意ですね、そうです、はい、その後チェックをどう受けるかですね、そういうことです、はい、さあしかし、さあしかし見えてるんです、もう中島の視界にはこのパトレーゼが捉えられました、いやまあ何回も表彰台に立ったことあるパトレーゼですから、ですから行ってくれたという気持ちもありますけれども、そのためにも中島はもっと追い込んでほしいですね、そうですね、さあ 2.6 秒差、 2.6 秒、さあ残り10分を切りました、さあ残り 10分を切っています、もうこれは残り10分、2.6秒、さあご覧ください、もうこれは中島もう本当に攻めるでしょう、まあ、ちょっとまだ早いんですが、風船は安全圏、はい、F1 2勝目が確実、確実、そして何位の2位もある程度確実、いやもうこれも 100% でしょう、はい、パトレーゼと中島、さあ中島初めての表彰台になるか、さあこの差です、この差です、上空からのカメラ、ヘッドカーのカメラですが、わずかこの差しかありません、まあ、この前の週で 2.4 秒縮めてきましたからね、はい、そうですね、ですから中島確実に車の力でいうと、はい、今もうパトレーゼ抜ける力があるということですから、そうですね、はい、はい、さあ歴史的な瞬間、いやただやっぱりちょっとストレートで今すっていただきましたしね、コーナーでやってしまう当たり前なんですが、非常にこう私も何も言っていかない、表現の仕方がないという押しづらくなっちゃう、いやね、大川さん本当中島ファンですから、いや言われた気持ちわかりますけどね、いやね本当に、うん、いやこのレース本当生でね、なんか皆さんに日本のファンに見せてあげたい、さあモデルですよ、パトレーゼ抜いた、さあそして中島もおっと、おっと、かなりね、パトレーゼで、はい、タイヤの方がダメージが来てるような感じですね、いやしかしそのモデラーもちょっとかかってしまった、うん、あ早くちょっとモデラーをパスしたい中島、さあここから行くか大丈夫か、はい、こぼしていきますね、そうですね、はい、さあまたベストラップ中島、ね、拒否されますね、そうですね、はい、今の周辺ちょっとまあ、はい、それはまあでもお互い分かっていることですからね、そうですね、これは広がってもパトレーゼは安心できない、いや残りしかし、ああ過ぎましたね、ロータス、ロータス寒そうですね、ロータス、いや聞こえましたよ今歓声が、はい、河合さんもちょっと一瞬そこで応援してくれませんか、ね、さあ 2.4 秒、さあ残り7分で2秒ちょっと縮めることができるか、イタリア人ベテラン F1 192戦目、こちらは我々の方のウィリアムですね、そして中島3年目、いやーパトレーゼこの中島のテストヒートです、来た、さあストレート、今水泳の中ですね、そうですね、さあ出てきました、さあこっから長い 880m のブラバムストレート、うん、すごい水煙、水煙を上げてます、中島見えないですね、中島見えません、いや慎重に大事にね、確実に詰めてほしいですね、そうですね、はい、さあさあ
でねパトレースが滑ってるのはね、中島が後ろから見ててもうよく分かりますからね。そうですね。さあしかし時間があまりありません。残り4分、残り周回ではありません。時間です。レースがスタートしてから間もなく2時間が経とうとしています。もう6分しかありません。6分を切りました。この間に中島がこのパトレーズとの差2秒ちょっとなんです。2秒ちょっと縮めると中島表彰台です。シャンピオンファイトです。 1.967 秒。さあ中島頑張れ。いやー大好きそうな地点を抜けていく中島。まあ、3年間ね F1 中継をしてきて、そして F1 を見てきて、この瞬間は初めてですからね。そうですね、はい、日本人が初の F1 グランプリ表彰台に立つか。さあ中島悟 1.9 秒。いや残る時間がありません。いや残りもう5分ちょっと、5分15秒ですから、あと、はい、3ラップ、どっかで勝負に行かなきゃいけないですね、中島 ね、無理はしてほしくないし、どっかで勝負してほしいし、中島さあどうか。まあ、やっぱりストレートエンドがね、勝負のチャンスということになってくると思いますけれども、それまでにどれだけの、フォーメーションで、作れるかですよね。そうですね、1秒9、もう2秒切ってるんですが、中島はパトレーズの差を詰めることができません。これは先頭行きます。風船です。あ、残り5分を切りました。残り4分30秒ちょっと。 F1 グランプリ in Australia。 さあそしてこのパトレーゼ、その後ろに中島が見えるんです。さあ中島、いやちょっと差がありますか。あ、これは 4.6 秒差、急に広がっちゃいましたね。マルチに打ちかかったのかもしれませんね。ちょっと広がりましたね。痛いですね。あ、パトレーゼ見えてますが、さあね、まだ時間がある。このラップがちょっと痛かったですね。はい、はい、さあ中島がどういう勝負に出るか。はい、あと2分です。さあパトレーゼと中島の差。さあブーテンが2時間を切ったところでチェッカーを受けます。さあブーテンがどこまで走れますか。ブーテンがどこまで走れますか。この周回ですね、1時間58分26秒。あ、これは今チェックマン出てますけれども、出てますね。まだですね、もう1周、はい、どうですか、1周残りが1分30秒弱ですか。これがファイナルラップになるでしょう。そうですね、はい、これがファイナルラップですね。多分これで回ってくると、はい、ブーケンがスローダウンしない限りですね、はい、2時間来ますから、はい、ですからこれからパトレーズ中島ファイナルラップということですね。そうですね、はい、さあカウンターの表示が出ました。そうですね、あ、時間のカウンターン、はい、ご覧ください。これがブーテンファイナルラップになるでしょう。さあ残り間もなく1分です。さあ残り1分、これが最後の周回です。これが最後の周回、先頭行くブーテン、そして2位のナニーニ、これはほぼ決定。そしてその後ろにパトレーゼと中島、いやー勝負ストレートでちょっと開きました。中島懸命に頑張ってます。表彰台は目の前なんですが、どうだったんですかね。そうですね、止まらない、さっきの4秒に広がっちゃったのは違いませんね、はい、さあもう残り30秒ですね、はい、さあこれがファイナルラップ、ラストラップです。風船がブラバムストレートから、そしてヘアピン、そしてパドック裏のストレートと走ってきます。1989年のファイナルレース、オーストラリアグランプリ、このウィリアムズ、ルノー、ケリー・ブーテンが先頭でチェッカーを受けます。今内馬場、はい、内馬場に、はい、今時間になりましたね、はい、時間が経過しました、はい、さあこれが最後のラップ、パドック裏のストレート、1989年の最後のレース、最終戦オーストラリアグランプリ、ケリー・ブーテンが今トップでチェッカーを受けました。そして続いて後続のマシンにもチェッカーを受けていますが、2位の何人がまだ来ません。さあ今ゆっくりと、これはフーゲルンがスローダウンしていますが、
さあ今最終コーナーを立ち上がって2位のアレッサンドロ・ナニーニ、いや今放送席からちらっとバックストレートを見たんですけれども、はい、中島感覚縮められなかったですね。今ナニーニが2位でチェッカーを受けました。そしてパトレーゼ、パトレーゼが今最後で表彰台、中島表彰台は無理です。しかし観客が見られました。4位です。4位優勝です。今シーズン初ポイント、初入賞、中島初入賞4位ですからね、はい、ロータスの最終戦3年間最後の試合で、ね、レースで、はい、見事に4位入賞を決めました。こちらはウィリアムズ・ルノーの、はい、ワンスリーですからね、ワンスリーのサンクリアムズ。いやしかし中島見せてくれましたね。そうですね、はい、本当に今シーズンずっといいことなかった中島でしたけれども、はいはい、最後にですね4位、まあ、自分のベスト、うん、はい、でも3位表彰台 0.、まあ、ほんと1秒以下の世界まで追い込んだベストアップを出した、はい、これはですね87年イギリス GP の4位以上のといいますかね、ものすごい中島いいレース語ってくれましたね。1989年最終戦、このテイリーブーセン、ウィリアムズ・ルノーのテイリーブーセンが F1 2勝目をマークしました。いかがですか中島選手の方は。そうですね、まあ、やっぱり雨というのはね、彼は大変強いですね。まあ、こんだけ検討してくれたんでね、もうぜひともということでうちのメンバーももう10人ぐらいでみんなで応援してなんとか3位にということでね、応援してたんですけども、まあ、とにかくマイラップですか、ファーストテストを更新して、まあ、素晴らしいレースでしたね。中島も最後に来て非常に満足した疲労感、いいレースを見せてくれましたね。まあ、長島は87年のイギリスで4位に入っているわけですが、それと同じ過去最高リザルトですね。ただあの時は2周遅れだったんですね。今回は今日は42秒差の4位ですからね、表彰台目の前まで行ったわけです。そして中島がファステストラップを出したこと、はい、まあ、これはレーシングドライバーにとって最大の勲章なんですね。これは記録として、まあ、歴史に残ります。はい、最後締めてくれました中島です。エキサイティングなレースでしたね。いやなんだかわかんないけどね、最後で良かった、賞に入れて。もうちょっとだったんですね、2秒差まで行きました。向こうのストレートで真後ろまで行ったんだけど、水が多くてね、入っちゃうとでミスファイアしちゃうのよ俺の、だからまたドーンって離れちゃうね。だから抜くことはちょっと難しかったかもね。ストレートで後ろ入ると水が多くて死んじゃうから、だからちょっと抜くのは難しかった。中島さん、レース中のファーストスタップ記録したんですけど、こんなことがあっていいのかね。とにかく初めてだよ。非常にいい形でこの3年間のロータスを終えることになりました。そうそれが一番ね、1回目のスタートの時はもうこれで終わったかなと思ったんだけど、運よく赤旗になったし、なんか最後へ来てね、全部ラッキーこうね、運がいい方に行ったみたいね。だからさ、まあ最後のレース完走したし、賞に入ったし、よかった。チームのメンバーなんて言ってました。いや何も言わなくてもいいよ、喜んでることは間違いない。